ファインダーは MacOS 用のファイルマネージャーであり、同時にデスクトップを提供するグラフィカルシェルとしても設計されている。ファインダーは Macintosh デスクトップメタファの中心である。基本的な機能はファイル管理だが、機能拡張の制御やインターフェースの原型の提示など、様々なレベルでシステムと統合されている。Macintosh の文字通りの顔役であり、象徴である。 マッキントッシュの使いやすさの多くはファインダーに由来すると言える。Windows では MacOS のファインダーとほぼ同等の動作を行う Windows Explorer がある。ただし Windows Explorer と異なり Web ブ,ブラウザとの統合化などは図られていない。現在の主流の Windows u i システムはほとんどすべてがファインダーの影響下にあると言ってよく。 コンピュータの歴史に与えた影響は計り知れない。ファインダーの最大の特徴は、記憶装置の中にあるディレクトリやファイルを、現実の机の上にあるようなフォルダや書類などの絵で、表現するデスクトップメタファが全面的に採用されていることにある。これにより、利用者は画面上のオブジェクトの機能を身の回りのものから類推することができ、直感的な操作をすることが可能となった。 ファインダーの操作はメニュー選択やダブルクリックドラッグドロップを中心として直感的に行うことができファイル名の入力以外でキーボードを使う必要がないほどであるファイル名の入力もソフトウェアキーボードにより代用することもできる具体的には以下の操作が基本となる一方でキーボードショートカットなどの様々な操作方法が用意されており ユーザーの習熟度に応じて好きな方法を使うことができる。例えば、項目を開く操作一つをとっても、などがある。また、MacOS8 で採用されたコンテクストメニューや音声認識を使う方法も存在する。ファインダーの使いやすさを支える要素として、人間工学に基づく非常に細かなチューニングも挙げられる。例えば、 ダブルクリック時のワンクリック目とにクリック目を行う間にマウスがほんの少し動いてしまうことはよくあるがファインダーではその移動が3ピクセル以内ならばダブルクリックとして認識される他にファイル名部分をクリックした後にポイントをすぐに避けると名前の編集が可能になるなど普段ユーザーが意識しないレベルで絶妙なチューニングが多数なされており このような気配りこそがマッキントッシュを親しみやすくしていた要因の一つであると言える。一方、MacOS のファインダーでは当初そのような配慮の欠けた部分が見られる場面もあり、MacOS のファインダーは Mac らしくないと言われる一因となった。デスクトップメタファにおいて重要な要素であるアイコンもファインダーと共に進化してきた。アイコンには情報を見るウィンドウで設定することにより、 ユーザーの好きなピクチャーを設定することもできる。これを利用し、1枚の大きなピクチャーを多数のアイコンとして表現することで、ファインダーウィンドウ内にピクチャーを表示する手法が、クラシック MacOS の時代にパッケージソフトなどで見られた。ちなみに、MacOS では、ウィンドウの背景に任意のピクチャーを設定することが標準で可能である。アイコンそのもののデータは、クラシック MacOS では、 リソースフォーク内の ICL8、アイコン、イクンズリソースなどに格納されている。これらには複数のサイズのアイコンを格納することができ、表示する際の大きさに応じて最適なものが選択されるようになっている。MacOS では通常、イクンズの拡張子を持つファイルに格納されており、開発環境の X コードツールズに含まれる。 アイコンコンポーザーアプリケーションなどで編集することができる。MacOS より前のクラシック MacOS ファイルシステム上及び、Finder ではクリエイターコードとファイルタイプという2種のコードによって書類とアプリケーションが関係づけられていた。クリエイタとファイルタイプは Finder 情報に格納されている。この仕組みにより書類を開いた際に 通常その書類を作成したアプリケーションが起動される。また、各アプリケーションは自分の開くことのできるファイルタイプのリストを有しており、アプリケーションのアイコンに書類をドラッグした際、開くことのできるファイルタイプであれば、アプリケーションが起動するようになっている。書類を作成したアプリケーションがない場合でも、そのファイルタイプを扱える。 他のアプリケーションを使えば良いというのは大きなメリットである。2種類のコードを使用する利点は Windows オペレーティングシステムなどで使用される拡張子と比較するとわかりやすい。通常、アプリケーションごとにファイルタイプを表す拡張子が定義されるため別種のアプリケーションでは同じファイル形式でも拡張子が異なる場合があり、その書類を開けられるかは開いてみないとわからない。 一方、よく使われるファイル形式には共通の拡張子が使われる場合があるが、開くアプリケーションは拡張子ごとに一種類しか指定することができない。また、拡張子はファイル名の一部であるためユーザーが削除、変更してしまう危険性も高いが、クリエイター、ファイルタイプはリーセデットなどのツールを使わなければ閲覧、変更ができないため、より安全である。 Mac OS では他のオペレーティングシステムとの整合のために拡張子を扱うようになった。余談だが、クリエイターコードはそのアプリケーションの開発コードなどにちなむことも多い。Mac OS にはリソースフォークと呼ばれる特有のファイル構造が初期から使われており、アプリケーションで使われるアイコンやメニューなどの GUI 要素の定義や実行コード、 文字列などのリソースを格納することができる。この仕組みによりアプリケーション本体を再度コンパイルすることなく表示される文字列の翻訳などの改変が可能となる。一方、ユーザーから見たメリットは多様なデータを含むアプリケーションが一つのファイルとして扱えることにある。これによりアプリケーションの起動に必要なファイルが足りないといった事態が起きることなくアプリケーションのアイコンを ハードディスクの好きな位置にドラッグドロップでコピーするだけで手軽にインストールすることができる。したがってマッキントッシュアプリケーションではシステムへ機能拡張やフレームワークなどのインストールを必要とする場合を除いてインストーラが用意されない場合が多い。そしてこの延長線上にあるのが MacOS9 において実装されたパッケージ機能である。これは 入れ子になったフォルダを単一の書類に見せかけるもので、例えばアプリケーションとその関連書類を含むフォルダを一つのアプリケーションに見せることができ、やはり手軽に扱うことが可能になる。また、一つのアプリケーションパッケージの中に MacOS 9に最適化したアプリケーションと MacOS 向けに最適化されたカーボンアプリケーションの両方を同梱し、 実行時の環境によって最適な方が起動されるようなテクニックも使われた。MacOS においてはパッケージとやや実装は異なるものの本質的には同様のバンドルという仕組みが積極的に導入されている。バンドル構造はもともと NEXT STEP で採用されていたもので従来リソースフォークに格納されていた GUI 要素や画像、文字列などは それぞれ単一のファイルとしてアプリケーションバンドル内に格納されるようになった。これにはリソースフォークが MacOS 特有のファイル構造であるため他のオペレーティングシステムとのデータ交換に支障があったことやアプリケーションの使用する画像やサウンドなどのデータが肥大化したことなどが理由として考えられる。ココアアプリケーションやカーボンアプリケーションの多くインストーラパッケージなどは バンドルの例である。他に画像を含むリッチテキストや X コードプロジェクト書類なども実体はバンドルとなっている。バンドルにより MacOS でも依然多くのアプリケーションがドラッグドロップするだけで手軽にインストール可能となっている点は特筆すべきであろう。またバンドル機構によりアプリケーションの隠しリソースを言語ごとに分割して格納することが可能となった。 Mac OS では文字列、画像、GUI 要素の定義などは各言語のフォルダに収められシステムの言語環境設定に応じて必要な言語リソースがロード、表示されるようになっている。アプリケーションをローカライズするには他の言語のルプロッチフォルダをコピー、翻訳すればよい。他言語 OS としての Mac OS を支える機構の一つである。 クラシック MacOS におけるファインダーは、m a c ン i n t o s h 向けアプリケーションのユーザーインターフェースを規定している Apple のヒューマンインターフェースガイドラインの実動するサンプルとしても見られることが多かった。すなわち、開発者にとってファインダーは、m a c ン i n t o s h ユーザーインターフェースの基準であった。実際、FTP ソフトのネットファインダーやトランスミット、メールソフトの ARENA インターネット、メーラーなどのように、 ファインダーインターフェースに強く影響を受けたソフトも少なくない。このように多くのソフトウェアにファインダーのデザインや挙動が手本にされたことで様々なソフト間での一貫した操作性が生まれ、これがマッキントッシュの使いやすさにつながったと言える。また、ファインダーライクの使い勝手という言葉はかつてマッキントッシュアプリケーションの使いやすさに関する。 最大級の褒め言葉であった。オリジナルのファインダーはブルース・ホーンとスティーブ・キャップスにより開発された。ファインダーは事実上システムのコアと不可分な存在で、少なくともユーザーにとってファイルシステム、ファイルブラウザという区分は意識されなかった。逆に言えば、それほどファインダーはコンピュータの内部構造を直感的に表現していたのである。マッキントッシュ内部の あらゆるリソースはファインダーのレベルで仮想化されていた。よく知られているのは機能拡張を行うためにはそのためのファイルを機能拡張フォルダにコピーするだけで良いという構造である。これは同時代のコンピュータが全て手作業で設定を記述していたことと比べてはるかに先進的な構造と言える。また初期のマッキントッシュは MFS というファイルシステムを持っていたが、 これはフォルダをサポートしない単一階層のシステムだった。それにもかかわらず、ユーザーがフォルダを利用できたのは、フォルダ構造をファインダーがエミュレートしていたためである。後に、真のフォルダをサポートした HFS が実装されたが、ユーザーにとって、両者の使い勝手は、全く同一のものであった。システム1.0から4.1システム6システム7。 MacOS 8本来 MacOS 8と呼ばれるはずだった高プランドのファインダーに予定されていた機能が多く流用され大幅な進化を遂げたバージョン。全面的にマルチスレッド化がなされファイルのコピーを複数行いながらゴミ箱を空にするといった並行作業が可能になった。またシステム全体でのプラチナアピアランス採用に伴いアイコンデザインが 立体的なものに変更されたり、リスト表示で形線が描画されるようになるなど、全面的なデザイン変更が行われた。ファインダー自体のアイコンも、従来の一体型マッキントッシュアイコンに、MacOS のロゴである顔マークがついたものに変更された。MacOS において、ファインダーのアイコンが、クラシック MacOS の顔マークなのはその名残である。その他の主な新機能を以下に挙げる。 MacOS 8.5 MacOS 9 MacOS では、一旦ファインダーの歴史はリセットされ、カーボンによる完全な新規設計に置き換わった。OS の設計思想の違いを反映し、様々な部分に、Q ファインダーとは違うところが参見される。特に、MacOS 10 V 10.0に搭載されたものは、ファインダーという名前を冠しただけの別物といった具合であったが、その後、 Mac OS X 10 V 10.1から Mac OS X 10 V 10.2にかけて Q ファインダーの多くの機能が復活するなど Q ファインダーの長所を取り入れて細かい部分の使い勝手に多くの改良が施されたその後インターフェース面では Mac OS X 10 V 10.3では iTunes からサイドバーなどの機能を取り入れ Mac OS X V 1 0 4ではスポットライトの検索機能を統合するなど 徐々に QFinder とは異なる方向に変化している。2007年発売の MacOS 10V10.5 では、iTunes や iFort 風のインターフェースを大幅に取り入れ、Quick Look などのプレビュー機能を大幅に強化、メディア再生機能を導入し、従来のファイルブラウザからメディアブラウザへの脱皮を遂げていった。QFinder との最大の違いは、システムファイルと並ぶ OS の根幹から、 ユーザーインターフェースのようとなる位置アプリケーションへと立場を移したことである。ユーザーがログインすると同時に立ち上がり、ログイン中は常に起動しているが、ファインダーのみを再起動することも容易にできるばかりか、ファインダーを起動しないようにして、より高機能なサードパーティーのソフトウェアを使用するヘビーユーザーさえもいる。現在でもデスクトップを統括する重要なコンポーネントではあるものの、 以前のようにシステム全体と密着しているわけではなく、あくまでもファイルブラウザ、メディアブラウザの役割に徹している。これは NEXT に由来するリソースの抽象性、仮想性の高さとも関係しており、スポットライトやクイックルックといったファインダーに統合された機能の多くは他のアプリケーションからも利用できる。また QFinder が体現していた。 デスクトップメタファの特徴であった1フォルダ -1 ウィンドウの原則を止めたことも特筆すべきであろう。旧ファインダーではあるフォルダに対応するウィンドウは一つしか開くことができなかった。その代わりフォルダを開いた際、ウィンドウは必ず最後に閉じた時の位置と表示形式で表示されることが保証されていた。これによりユーザーはあるフォルダが 画面上のどのあたりに存在していたかを直感的に記憶しておくことができた。一方 MacOS のファインダーではこの利点は損なわれたもののカラム表示という階層化された表示形式が NEXT STEP ススから導入され、一つのウィンドウ内で手軽にホルダー階層をたどることが可能となった。 macOS10 パブリックベータ macOS10V10.0macOS10V10.1macOS10V10.2 ジャガー macOS10V10.3 パンサー macOS10V10.4 タイガー macOS10V10.5 レオパードレオパードに搭載されるファインダーの詳細は http://www.apple.com/.jp/.macosx/.features/.finder.html <ッ>で見ることができる。MacOS 10 V10.6 Snow Leopard,MacOS 10 Lion OS 10 Mountain Lion,OS 10 m a r v e r i x OS 10 Yose Mite OS 10, 10, 10, 10 L Capitan Mac OS Sierra Mac OS High Sierra, MacOS m o j a v e MacOS Catalina ハットオプションキーを押しながら表示されることで、インスペクタとしても使用が可能をただし、ウィンドウ右上のボタンをクリックすると、ツールバーとサイドバーが非表示になると同時に、メタル調からアクア調のウィンドウに変化し、従来のファインダーウィンドウとしても振る舞うようになっている。ありがとうございます。